はいどうもポッカメです。あんなとこにバカでかい鳥がいますね。ここはヨシが生えた池なんですけど、県道沿いにあって車の音がめっちゃうるさいです。ちょっと音聞きますか。よくまあこんな場所で過ごせますね。この鳥、この肝が座った巨大な鳥の名前、皆さんわかるでしょうか。多分見たことはあると思います。そう、これはアオサギというサギの仲間ですね。言うほど青くはないけどね。北海道では夏鳥、本州から九州では一年中見られる流鳥で、南西諸島では越冬しに来る冬鳥ですね。日本で見られるのは朝鮮や中国とも共通する亜種ですが、種としてはアジアやアフリカに広く分布してます。ここは池なんですけど、他にも河川や干潟、水田など水が溜まった場所なら結構どこでも見られますね。都市部でも公園の池なんかによく来てます。アオサギの何がすごいってやっぱこの大きさですよね。全長は1メートル弱、翼を広げると170センチになる日本最大級のサギです。こんな大きなサギが普通に人家の周りうろついてるんだからね、すごい存在感ですよね。アオサギは大きさだけじゃなく、顔の模様や背面の色も特徴的なので、他の鳥と間違えることはないんじゃないかなと思います。お、川でも見つけたと思ったら飛びました。飛翔すると黒い風切り場が目立ちますね。迫力満点。ちなみにサギの仲間は首を曲げて飛びます。白鳥なんかは首を伸ばして飛びますよね。サギの仲間っていうのは実は現在ペリカン目に分類されてます。そう、ペリカンと禁煙なんですよ。まあどっちも水辺に住む大型の鳥ではありますよね。ペリカン目にはサギ科とペリカン科の他にトキ科、ハシビロコウ一種のみからなるハシビロコウ科、シュモクドリ一種のみからなるシュモクドリ科があります。なかなか濃いメンツですよね。ハシビロコウなんてね、特に皆さん大好きなんじゃないですか。あれもペリカン目の仲間です。まあこの中で一番多いのはサギ科ですね。人に慣れてるのか、それとも人を舐めてるのか、意外とギリギリまで逃げなかったりします。この子もなかなか逃げようとはしませんね。まあこんだけ大きいので、大人のアオサギを襲うような動物は日本にはほとんどいないんじゃないかなと思います。まあ鷹の仲間とかはありえるけど、こんな街中にはいないしね。アオサギは肉食性で、魚やカエル、昆虫、時にはヘビなどの爬虫類やネズミなどの小型哺乳類まで捕食してしまいます。コイなどのかなり大型の魚まで捕らえることがあるみたいですね。いやー貪欲。ただ今はあんまりお腹が空いてないのか、特に餌を探す様子はないですね。アオサギは身近な鳥の中でも本当に迫力が段違いなんで、皆さんもぜひ近くの川や池に行って観察してみてください。運が良ければ餌を取る瞬間も見られるかもしれません。というわけで今回はアオサギを紹介しました。このチャンネルでは身近な生物を紹介しています。アオサギは流鳥ですが、これから冬にかけていろんな鳥が渡ってくるので楽しみですね。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。